リスは？そうですね、リスはもうね、リスプロデュースという自分での劇団を自分でやっぱり立ち上げて、はい、でそのね、カビラ J さんとかにもね一緒にこう活動に参加してもらいながら、はい、今井さんの背中を追っかけている、はい、僕は僕で東京遊劇集という劇団を作って、やっぱその今井さんのか、ね、背中を追いかけてるっていう、まあ、そういう状態ではあるんだけれども、リスさんはリスさんでその、ね、今井さんの背中を追いかける、こういうことをやるんだっていうのは何かあると思うんですよね、うん、あれですね、まあ、劇団をの主催の立場でやらせていただいているんですけど、それも今井さんがきっかけでした。僕が出会って数年経ってからリス劇団作り、劇団本掛け本掛けっていう何度もおっしゃって、全く僕はその気なかったんですけども、28歳の時にリスプロデュースという名前で立ち上げまして、今もう16年経つんですけども、僕にとってその団体劇団は財産に今なっております。今井さんがそうやって言ってくださったことがボディーブロードに今響いてきてますし、あとは今日ですね、今井さんも沖縄行ってらっしゃいますし、いろいろ大千秋楽終えてからですね、今井さんから学んだことをどう先ほどトカさんがおっしゃったように継承していくかっていうのもですね、じっくりと考えたいなと思っております。本当に素敵な方です。誰しも大切な方いらっしゃると思うんですけども、僕にとっては東京出てきてからも家族以上、とかさんもそうですけども、本当にちょうど僕テレビの収録に出かけてて、スタジオに入る直前に電話が鳴ったのね、で今から走れば間に合うっていう状態だったんだけど、その収録があるからって言って電話をポンと置いちゃって気がつかなかったのね。であれだったんだけど、息子がねテレビの収録終わったら電話かけてた、パパ今井さん今井さんつって電話かけてた、分かってるよって、じゃあパパ今日遅くなるでしょって、分かってるんですよ。いやもうね、息子がねそうやって電話をかけてきてくれるっていうのが、俺はあ、やっぱりうちは今井正幸中心に家族で生きてきたんだなっていうのが、息子もやっぱ分かってて、うん、俺が一番大事にしている人間だっていうのを電話かけてきて、パパ今井さんが、今井さんがって半分泣きそうな声であいつもかけてきてさ、ちょうどその新宿のね新国立で楽屋行った時に今井さんに久しぶりに息子連れてったの、えもうこんな大きくなったのってこう頭パンパンって、ちょっとねパンパンっていう力もあんまりも出ないぐらいだったんだよね、でどうもっつって挨拶してた息子がいましたけども、僕はやっぱり僕で、あの人がその残した今井イズムをもっとね俺は広く広めるっていうことを自分がやっていかないといけないなってちょっと思い直した、僕でできる最大限のそのいわゆる広報活動をやらなきゃいけないんだなっていうのはやっぱ思いましたね、僕たちに残されたその今井正幸への、恩返し、ちゃんと恩返しできてないもんな、リス全くできてないですね、な、しかも俺さ、フェイスブックに書いたけど、今井さんと飲むや兄貴と飲む約束したんだよねって書いてさ、行けてないんだよね、忙しくってもお互いにごめんってやっちゃな、本当に、まあ本当にそんな話ですけども、プリンどうですか監督。え何だろう、仕事中食べてる。いやいいんですよ、食べてる。いやいや、ちょっとほら締めっぽいからさ、プリンの話でも言ってちょっとごめん、ちょっと涙がちょっと出てしまいましたけども、ラジオネームまるちゃんからいただきました、常識酒場からのファンで、ザ・ウィンズ・オブ・ゴッドは1992年のシアターサンモルから何公演も見させていただきました。ぜひとも飯田監督から常識酒場やトラブルカフェの誕生秘話をお聞きしたいですということで、ね、これ今日ね番組の前半である程度ね全部お話しいただいたんですけどね、そうだね、はい、これどうだろう、今日のこれ録音にしたものをどっか YouTube で上げるとかさ、音だけね上げるとかもしできたらなと思っておりますので、どんどんいろんなこと発信していきたいと思います。嬉しいね、でも常識酒場とか知ってる人も、ね、そうトラブルカフェまで出てきましたからね、ね、本当にね、ラジオネームマナパパから、タイさんこんにちは、今日のポップはゲストと話題がローカルな FM 曲じゃないみたいですね、ありがとうございます、ね、今井正幸さんはテレビや映画で見たことはありますがあまり印象には残ってないんです、
でも今日ここでこのメンバーを集め、この放送を残してくれたことは忘れないですよ。そうなんですよね。これもだって今井さんがこれ仕組んでるもんな、うん、完全に。そういえばトラブルカフェに、はい、出てる役者の一人がね、野村友人なんだよ、はい、友人があの頃役者やっててさ、はい、で俺喫茶店の客の一人でキャスティングしたんだよ。あ、そうなんですか、うん、そうそう、それで、ね、その後、まあ、あの友人とたまに会ったりはしてるけど、はい、ね、奈良市さんと今ウィンズ・オブ・オートがをやってるっていうのもね、はい、うん、面白い、面白いですね。いやー、本当にいろんな本当にエピソードというかね、逸話ですけれども、どう、バーにこんなの聞いたら、はい、今日だいぶ喋ったよね、今井さんの話。うん、はい、うん、でもそのなんていうかな、僕の描いてるイメージが、うん、そのまあ、中井さんと共演されてるバラエティのイメージで、うんうん、まあ、怖かったり、うん、そのなんていうかな、肉体派というか自衛隊上がりのすごいイメージ で、うん、はい、で、まあ、そういうエピソードをいっぱい聞かせていただくと、すごい重なる部分があって、そのまんま なのかなっていうのが多くあって、うん、そのやっぱり違う面をも、ね、やっぱりテレビの分とやっぱり、うん、あの接している、ね、近い方とは違ったりする方が多い中で、うん、はい、なんかすごいそういうのが変わらないというか、うん、一緒なのかなっていうのがすごい感じられて、うん、そうね、飾らない人、うん、飾る、あ、そうですね、うん、そのままで本当にみんなに接するっていうか、うん、非常に寂しがり屋で、あ、本当に、はい、とにかく寂しがり屋で、で、あの人男とですよ、はい、1時間でも電話できる人なんですよずっと喋ってるんですよね、うんうんうん、もうあの一番その被害に遭ったのはクズというマネージャーなんですけど、うん、被害者が被害って言ったら怒られるかもしれないですけど、そういうありがたい電話がいっぱいかかったのは、うんうん、そのクズちゃんだったりとか、うんうん、江藤くんだったりとか、まあ、俺も結構ありましたけど、あ、やっぱりそういうのはあの受け継がれてるんですね、寂しがり屋、寂しがり屋、ね、寂しがり屋、うん、まあ、あとはね、寂しいからこそあのなんだろう、人にこうなんだろうな、熱くこう、うん、ね、うん、したりしていくんだけれども、あとね、やっぱり自分に厳しいから人にも厳しい、あ、なるほど、うん、これは俺本当見習って自分に厳しくしてってやってね、うん、いるんだけど、一回僕迎えに行こうと思って10分前行動だ、5分前行動だ、うん、なんつって、うん、いつも早めに早めにってやってたのに、たまたま本当に工事で遅れるってのは分かったから、あの電話してね、すいませんちょっと遅れますっつって、あの今工事でこうなんですって言ったら、もうそんなのも見据えてこなきゃダメだろっつって見据えてってそれでもいいぐらいの余裕を持って来いっていうことなんだけどね、うん、でも何分に着きますって言ったのに、もう時間でタクシー乗って行っちゃうんだよね、向かってるって言ってるんだけど乗って行っちゃうわけ、うん、だもうこっちも慌ててタクシー一台一台こうやって見ててさ、うん、今井さん乗ってるタクシー見つけて、うん、で止めて乗ってくださいって言って乗っけて行ったっていうのもありましたから、それでね、もうこれ絶対遅れないようにするにはどうしたらいいだろうって、やっぱこっちも勉強するしね、そうやって本当に鍛えてもらいましたけど、さあ今日はそんな今井さんの思い出話たっぷりと語らせていただいております。今井さんの思い出話、あなたの思い出は何ですか。まだまだメッセージ間に合う。